月の20日になりました。なんかガーガーと音聞こえますが、コンバインが大豆を刈りにやってきてくれました。すごいですよこれ、でっかいコンバインでガンガン刈っております。よろしくお願いします。現在時刻ですね、もう少しで4時を過ぎるところでございます。これで2丁あるんですけど、5時半ぐらいまでには全部刈っちゃうみたいです。これまだ枕なんでゆっくり走ってますけど、縦になるとね、むちゃくちゃ早く刈ってくれます。はい、じゃんじゃんバリバリ刈ってもらってます。早いです早いです、あっという間に刈り進んでいきます。はい、そしてこれ刈らね、細かく粉砕してくれます。細かくこうやって砕いてくれるんで、来年ここはビートになるんですけど、これの後に堆肥を巻いてもらって、日天ライム巻いてもらって、でもってパラソヨラディスクでビャーってやって、来年作付けをしたいと思っているところでございます。はい、会長に買ってくれてます。5時半ぐらいまでこれやってもらえると思います。この2丁の畑はね、終わらせて、残りはまた明日になります。はい、実が開けられてます。綺麗な大豆です。2022年10月の21日になりました。もう少しで10時21分になります。ということで、本日もコンバインで大豆の収穫を行ってくれてます。もうね、10時ぐらいから刈り取り始めてると思うんですけど、内回りをねこのように刈っていただいております。はい、よろしくお願いします。ということで、ぐーんと回ってコンバインで大豆の収穫を行っております。はい、もう迫力です、足速いです。時速何キロですか。私走ってついていけません。よろしくお願いします。刈り取った茎は細かく粉砕されております。天気いいからね、快調にね収穫されております。今年どうなんすかね、大豆ね。いい感じのように見えなくもなくもないという感じで、昨日買った感じはね、まあまああるんじゃないかなって気はしております。はい、実が溜まりましたのでコンテナに入れます。コンバインのオペレーターさんがトラックに積まれたコンテナに実を入れます。はい、それではですね、実を開けてもらいます。こうやってね、刈り取りと実受け、実開けまでしてくれます。ピッといってザー、はい、ザーっと実が開けられています。はい、ザザザザザっと綺麗な大豆がコンテナに入れられてます。はい、美味しそうな実がたくさん取れてます。こちらのコンテナにも大豆が入れられてます。だいたいコンテナ3つだね、3つぐらい開けて移動してます。たくさんの大豆が収穫されているんですけれども、あれ、ともみつくんじゃありませんか。あらら、何何して、もうちょっとで来るっていうんで、あ、おまべつ法人さんにコンバインが行くということで、はい、はい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 ということで、ともみつくんが下見にやってきたということで大丈夫ですか。え、足りないんじゃない、トラックで足りないけどねもう全然足りないんだけどねということでね、次ね、おまべつ法人さんに行くということで、ともみつくんは見に来ております。新婚さんかな、まだ新婚さんだよね。前なんかさ、2人仲良くさ、トラックさ、イチャイチャしながらさ、ちょうどの顔捨ててなかった見ちゃったよ、ちょっともう仲良くてね、いつまでイチャイチャしてるんですかという感じなんですけど、はい、ともみつくんが見に来ました。ということで、たくさんの大豆が収穫されております。は
い、コンテナ3杯あげたからこれで倉庫に入れたいと思います。その後 JA に運びます。久々の登場のともみつくんでございました。はい、未だ新婚気分であれ結婚して何年だ、もうすぐ2年。あ、2年か。もう未だにラブラブな刈谷ともみつくんでございました。はい、じゃあまた残りの作業気をつけてお互い頑張りましょう。はい、はい、どうもお疲れ様でした。どうも。はい、見分けしてもらってます。結構量あるんですかね、どうなんですかね、今年はね、ちょっとよく分かりませんが、はい、コンバインで横付けして見分けです。はい、ざーっと大豆が当てられております。こんな感じです。はい、ということで順調に刈ってもらってます。ガンガン刈り進んでおります。早い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 、ものすごく早いです。だいたいね、うちの畑これ6丁以上あるんですけど、3時間ぐらい経ってもう残りね5、6段かなのスピードですね。もうこれからの農業という感じがいたします。ガンガン刈ってくれております。広い大豆畑がですね、あっという間にコンバインによってね刈り取ってくれております。早いわ本当にね。私ね運ぶだけでもういっぱいいっぱいですから、頑張って刈ってくれてます。持ってきたはずだったんですけど、ぴったりぐらいになってます。はい、綺麗な大豆でございます。綺麗な雪静かです。ガンガンコンテナに入れております。いや、オコン足りるべかね、これ足りなかったら困るね、これ。はい、身を上げております。もう少しでね1時になります。もう終わっちゃうよこれ。6丁一旦一斉あるんですけど、この畑でねおおよそ3時間半で終わってしまいます。なんという速さでしょうか。トラックで自分家の倉庫にね3機ずつ運んでたんですけど、もうそれでいっぱいいっぱいね。はい、ということであと往復で終わります。もうこれからの時代はこれです。はい、オペレーターさんお疲れ様です。スタートしたのがね9時10分だそうです。今農協の五十嵐さんにお聞きしたら9時10分スタートで、ただいまの時刻が13時1分ですから4時間かかっておりませんね。ほぼほぼ4時間を6丁終わらせてくれたということで、もうね30秒ぐらいで終わると思います。早いです。しかもこのチョッパーのかかり具合最高です。来年ねここ芋なんですけど、もうこのままねパラソイラロータリーかけて一発でいけるんじゃないかなっていう気がしているぐらいでございます。もう少しで終わります。はい、ラストラストラスト、はい、カウントダウンです。3、2、1、はい、終了でございます。お疲れ様でした。あとは身を開けてもらって私がトラックで大豆を運びたいと思いますということでございます。お疲れ様でした。おいで、おいで。
愛で、タッチに愛で、タッチに愛で。